さてこの動画では競馬血統予想家亀谷孝松さんに今後競馬界でどういった活動をしていくのか、それをちょっと話を聞いていきたいと思います。亀谷さんどうお考えですか？競馬界にはまあ認められない人間なんでね、今馬主免許ももらえないですから。もらえないんですか？まあ勝手に競馬を楽しさを広げるっていうのを勝手にやってる活動なんですけど。競馬免許もらえないんですか？もらえないんです。あ、なんかそういう理由があるんですね。理由があるんでもらえないんですけど。なんか悪いことやってるんですか？競馬やって、いや俺やってると思ってない。ちゃんと公にしといた方がいいですよ。思ってない。やってはない。やってない。悪いことやってない。だけど僕は競馬の楽しさを広めたいと思ってる。でその競馬の楽しさを広める活動で今主にやってるのはスマート出馬表 と、競馬サロンですね、この2つをより良いコンテンツにしていきたいと思っていますね、はい。まあ、競馬サロンというのはここのサロンが集まって、まあ、みんなで競馬を楽しむという活動なんですけど、まあ、より楽しんでいただけるような活動。すごいですよね。土曜日日曜日ね、お客さんが集まって、はい、本当競馬を一緒に見てそれを議論し合うスペースなんですよ、うん、そうですね、面白いんですよ、はい、ここが。まあその中のアトラクションの一つがスマート出馬表であり、このサロンであり、まあ僕であったりとかなんですけど、まあライバルはディズニーランドだと思ってますんで。だからディズニーランドもそれぞれアトラクションがある。ミッキーマウスと遊びたい人もいれば、ソアリンだっけ、それ乗りたい人とかもいるし、それぞれのスペースビッグサンダーマウンテン乗りたい人もいる。だからうちもそれぞれの亀谷競馬サロンにあるさまざまなアトラクション、まあ僕もまあミッキーマウスとしてより活動を広げていき、はい、それぞれのアトラクションを充実させていくっていうことが最大の目標ではですね。じゃあ今日本国内だけですけども、はい、ゆくゆくは世界展開も考えてるんですか？そんな恐れたことまではディズニーワールドのところまで目指してるのかなと思って。そうか、そうですよね。海外競馬も楽しめるから、目標にしてたら自由ですからね。でもほらディズニーワールドと拠点は一緒ですよ。アメリカ、香港、そうですよ。まあ娯楽なんでね、パリパリほら。うまく考えたなと僕は思ったんですけど、まあまあ同じ時間をね、ディズニーランドに行くんだったらうちに住むお金と時間を使ってよって競馬を楽しんでくれよってことで、そっちなんですけど、まあそっち上より充実させていくということと、あとは僕は丸乗りパラビという、ね、素晴らしい競馬番組、我々のコンテンツでございます、これを今ご視聴していただいている方からの満足度をより上げていくということが、はい、ぜひとも、今大事なことだと思っております、ありがとうございます。今後とも丸乗りパラビぜひともご覧いただければと思います。亀谷さんありがとうございました。